猿倉城は、富山県富山市船倉にあった、日本の城。船倉城、戦争城、都賀のお城、都賀の城、都賀,賀尾城、外川城、戸賀川城ともいう。猿倉山の頂上部にあった山城。飛行差は、約180メートル。ほぼ直下に神通川を見下ろす場所に築かれており、築城者の蘇生を考慮すると神通川の水運に影響を与える意図があったと思われる。 上域など、詳しいことは不明。資料による情報が錯綜しており、難解である。故障が多いが、この中のいくつかは別の城を指すのではないかと思われる。少なくとも、戸賀のお城、戸賀の城、都賀お城、外川城、都川城は互いに故障が似通っているため、同じ城を指すと考えられる。これらと船倉城、戦争城、そして、 猿倉城との関連性については不明。日田あと風土記には、古川隆の城主潮屋筑前守秋、ただし灰六年中、越中国へ打ち手出て、笹津近辺をこう取り、出り新川軍牛作の猿倉山二城を構え住居し、越後の上杉勢と共に、越中をなびき蹴りとある。秋田,田氏は、もともとは、日田国の人で、越中との交易で財をなし、 徐々にその拠点を北上させて、越中へと勢力を伸ばしていた人である。一方で、上杉謙信の家臣であった長尾刑事課による、元気2年4月23日付の書状では、合力してくれていた秋田田氏が急に退却して、猿倉山に城を不審し始めたので彼を本国へ召喚してほしいと記されている。元気3年5月には、 謙信の家臣であったアジサ長実の書状に、井上彦後守るなる者が船倉にいて、何度か大田保内へ攻めてきた吉が記されている。井上彦後守るはその官職名から国人であると思われる。この後彼は、神杉参下に下り、天正5年の上杉家栄中妙寺順にその名が見えるのだが、この戦争は、同時期に秋田田氏が拠点としていたと思われる。 サルクラ城ではないと思われる。それより北に縁起式内社の論者である、アネソー姫神社があるが、その東にある大地城に城跡があり、そちらを戦争城に否定する意見もある。天正4年9月の謙信の書状には、越中国像山城と共に、戸賀能城を抜いた良しが記されている。古志のボルガ三州市によれば、戸賀能城は、船倉城であるとしているが、 この辺りの城の記述において、古紙のボルガ山修士には、他の城との混同が見られることから、その信憑性には疑問を挟む余地がある。天正年間に、豪子の島村牛之助が、猿倉城を拠点とし、城主である秋手が、不在の中、神杉法の積を城主、村田葵之助と戦い、討ち取られたという。古紙のボルガ山修士には、秋忠氏は、天正6年に、 笹成政に下り越中国岩城を拠点としたものの、秀頼によって、飛騨へ追い返されたと書かれている。その後、猿倉城は再び越中へ侵入した秋田田氏が、家臣を入れて支配したが、天正11年3月に、上杉法の斉藤信都氏がいる。古市中国城西城を攻撃中に、上杉影勝の援軍が到着して敗退。追撃する上杉軍に追いつかれて射殺された。 その後、サルクラ城は、日田国国士、姉が工事より綱の勢力下に入り、天正13年に起こった、富山の役で、金森長近に落とされたという。また一説には、越中国弓少女を拠点としていた土石が一時、治めていたとも言う。いずれにせよ、天正13年前後にはその役目を終えていたと思われる。城石には、風の城という西洋風の施設が立ち、 風車が並ぶ。麓は、スキー場となっており、王子の様子は全く伺えない。かつてここが城であったと主張する石碑があるだけで、案内板すらない。ちなみに、神杉家栄中明自陣は、寺院勢力を除くと、家臣の名が概ね国別に記されているのだが、井上彦守の名は、能登国を拠点とする家臣に挟まれる形で、 記されており、能登国に拠点を移していたと思われる。もともとは、越中国湯山城主だった長沢光国が、謙信の能登攻めで活躍した結果、能登国穴水上昇となって、能登国の乱に名を記しているのと同様に、彼もまた能登攻めに従軍し、その結果として能登国に新たな領地を与えられたのであろう。そしてこの時期の戦争場が、 井上彦を守るの手を離れ飽きての支配下にあった可能性も生じてくる。成政が越中攻略に関わるのは天正8年以降のことであるため、佐々町、州の間違いとも考えられる。ありがとうございます。